あでもやっぱ先輩がねビビってる、やっぱこう普段楽屋とかでやっぱ先輩ってこうまあ偉いもんなんで、そういう人がこうやっぱ怖がってるのみたいですよね。ジュニアさんとかがね、うん、まあビビりですし、あとあのジュニアさんってあの指見たことあります？ジュニアさんの指、あの携帯とか触ってる時お前指が長いんですよ、一関節が。だからまあ七節みたいな指してるんですよ。だからそんな七節、ガリガリ七節がねこう地べた見て首輪してるとことか見たいんですよ。